今年もベスト10の季節になりました。これで私のベスト10も4回目になります。2017年からのベスト10のプレイリストを作りましたので、お正月に見る映画をお探しの方はご利用なさってください。下にリンクを貼っています。2020年ベスト10、これは今年日本で公開された洋画を対象にしています。まあこんな年でしたけれども、今年のアカデミー賞候補になった映画やアカデミー賞を取った映画が年の初めに公開されましたので、いい映画がたくさんあります。それで選考も難航しました。それでベスト10の他に最終選考まで残った5つの映画を紹介したいと思います。このランキングは私の好みです。まあ、映画の感想も時間とともに変わります。映画を見た直後の印象と今の感想とは違っている映画がたくさんあります。このランキングは今この時点で私の心に残っている映画、また見てみたいと思う映画を選びました。では第10位からいきましょう。第10位、幸せへの回り道。トム・ハンクスが子供番組のホストを演じています。映画の冒頭、トム・ハンクスがカメラに向かって話しかけるところからしてもう泣いてしまいました。最後まで泣いていました。相手をちゃんと聞いてあげること、見てあげることで人は変わります。主人公はトム・ハンクスの正反対のピリピリしたエリートジャーナリストです。彼が変わります。今人の善や温かさについての映画が少ないです。今こそ見たいタイプの映画です。第9位、パラサイト。ご存知、今年のアカデミー賞を総なめにした韓国映画です。社会の格差を描いています。貧困の家族一人一人が成りすまして金持ちの家に侵入、寄生します。社会批判がはっきりしていて庶民的なユーモアとシュールなところがあります。ジャンルもまたがっていてエンターテインメントでありながら映像にも凝っていて美しく、シンボリズムが多く使われています。ポンジュノ監督の今までやってこられてきたことの集大成です。第8位、テネット。久しぶりに昔の007風のスケールが大きく明るいスパイ映画を見ました。久しぶりのバディ映画でもあります。主人公の2人がかっこいいし、カリスマ性もあるし、アクションもいいです。2人の関係、何かうっすらと色気があります。関係の部分に謎があるからでしょうか。いかにもヒーローらしくしているのではなく、スター性がなんとなくにじみ出ているところがいいです。時間の逆行も一旦理解するとノーランの表現のうまくいった部分とマスカった部分を検証する楽しみがあります。第7位、ラース・ブラックマイン・サンフランシスコ。20代の監督の鮮やかな作品です。サンフランシスコの都市開発の犯罪と若者が過去を断ち切り飛び立つお話でした。ユーモアと社会批判と人間性と叙情性と映像センスと美的センスがあります。サンフランシスコの闇の部分を描きながら、それでもサンフランシスコへの郷愁、ノスタルジーがたっぷりあふれていました。若者の現実と皮膚感覚がありました。とても巧みな才能あふれる若い監督だと思います。ジョー・タルボット監督です。第6位、透明人間。支配欲の強いご主人から逃げようとする女性のお話です。イングリッド・バーグマンがアカデミー賞を取ったガストーからインスピレーションを受けています。男は女に嘘を信じ込ませ、女は自分の正気を疑うようになります。ヒッチコック風、格調高いムードあるサイコスリラーです。そこに男が透明になるというひねりがありました。
妻は独立した強い女性で、その彼女を透明人間はこれでもかこれでもかというほど追い詰めていきます。そして後半は2点3点します。カメラの動きや吐く息だけで怖がらせるという技術も素晴らしく、背景プロダクションデザインも美しいです。ソウシリーズのリー・ワネル監督が人物を描けるようになりました。次は惜しくもベスト10に入らなかった5作を紹介します。ミドサマー。大学生は北欧の牧歌的な共同体に行きます。個人主義の西洋社会と正反対の運命共同体で、彼らが遭遇するのは個人主義か共同体か、どちらが幸せか考えさせられました。ヘレディタリーに続くモダンホラーの第一人者、アリ・アスター監督です。リチャード・ジュエル。テロリストの爆弾を見つけた警備員が、テロリストの典型的なプロフィールに合うというだけで、すなわち独身、母親と住んでいる、少し変わっているに当てはまるというだけで FBI の容疑者になり、マスコミのせいで彼と母親の生活は破壊されます。事実に基づいた怖いお話です。90歳のクリント・イーストウッド監督です。ワンダーウーマン1984。ワンダーウーマンダイアナは愛と情けの神様です。神々しいです。そのダイアナの試練には泣きました。神と人間の切ないロマンスがあります。ヴィラン悪者も身近にそうで、リアルで怖いヴィランでした。パンデミックの世の中での大事なものを教えてくれます。レト。1980年代のソビエト連邦、韓国系青年がメンターに出会い、メンターの奥さんと三角関係になり、ロックスターになります。実際にいた人物です。ロックが反社会、アンダーグラウンドだった頃のエネルギーと若者がいます。フォード対フェラーリ。世界一速いレーシングカーを作るという夢を追う破天荒な男たちの友情物語です。彼らはライバルの王者フェラーリだけでなく、自分たちのスポンサーのフォード、宣伝に利用したいだけの企業と戦います。レースシーンが素晴らしい臨場感でした。今現在一番確実な監督の一人、ジェームス・マンゴールド監督です。5位から1位に行きます。第5位、レイニーデイインニューヨーク。ウーディ・アレンが久しぶりにニューヨークに戻りました。チャーミングで破天荒なお話と、チャーミングな出演者たちでした。ティモシー・シャラメ演じる主人公の頭の中とセリフと好みは完全に85歳のウーディ・アレンでしたが、出演者全員に喜劇のセンスがあり、コメディとしてうまくいっています。ロマンチックなニューヨークもありました。多分ウーディ・アレン最後の映画になるでしょう。ちょっと寂しいですが、最後の映画がこのチャーミングで楽しい映画でよかったです。第4位、ジョージョ・ラビット。ナチス時代、少年はヒットラーを崇拝していました。少年のイマジナリーフレンド、空想の友達はヒットラーです。母親は呆れながら温かく見つめています。ところが家の中に母親がかくまっていたユダヤ人の少女を見つけて、少年はびっくり仰天します。この映画は人種差別をコメディで徹底的に批判します。その上ロマンスと悲劇もあります。後味が切ないながら優しい映画でした。絵本のような絵柄と色調でした。タイカ・ワイティティ監督はユニークな個性とユーモアがあります。温かいです。メル・ブルクス監督に似ていると思います。第3位、ナイチンゲール。オーストラリアの隠したい植民地時代の黒歴史です。
容赦しない正直でショッキングな方法で見せています。元女性受刑者の復讐の旅を通じてイギリスの植民地支配の本当の顔を見せています。それはエゴイストでレイシストでサディストです。残虐この上ない顔です。復讐はタランティーノやコーエン兄弟のカタリシスはありません。倫理の問題、力関係、迷いを正面から見つめています。彼女と原住民にとって終末の世界です。そこに一条の光、人間性があります。美しく詩的で芸術に昇華した映画です。ジェニファー・ケント監督は前作のバーバドックも独創的でした。第2位、1917年全編ワンカットで撮った戦争映画です。若い兵士2人は敵地の向こう側にいる味方にメッセージを届けに行きます。臨場感がありました。戦争の無残な日常と次に何が起こるかわからないカオスがありました。結局戦争は人間の狂気、メンツが作り上げると言っています。人生の始まる前に散った多くの若者の命がありました。彼らの望郷の気持ちが響きます。終末の世の宗教的な救いもほのめかします。セリフはほとんどなく、この全てを含んでいて、ベルイマンの静寂と哲学のメタファーがありました。素晴らしい映画と思います。サン・メンデス監督です。第1位、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語。若草物語の4人姉妹が大人になった部分が中心です。冒頭シーンは大人になり散文小説家として成り合いを立てている二女のジョーが編集者に、女性主人公は死ぬか結婚することにしろと言われるところから始まります。映画の構想がユニークで効果的でした。少女時代の過去と大人になった現代を並列して見せ、持続性と変化を見せます。現在の自分は過去の自分と生きている。過去に将来こうなるだろうと想像した自分と現在の自分が並列している感じがありました。4人のストーリーが一点に集約していき、スリリングでした。メタフィジックの構想も良かったです。グレタ・ガーウィー監督の脚本が素晴らしいです。セリフは原作から選んでいるそうですが、今でも心刺さるセリフでした。演じた俳優たちの若さも捉えています。いずれも大女優、大優になるでしょうから、将来記念碑的な映画になると思います。レト以外の全ての映画は詳しくレビューしていますので、ご興味のある映画がございましたら下のリンクをご覧ください。では来年が映画のいいお年になりますよう、また希望のあるお年になりますようお祈りいたします。では良いお年をお迎えください。公開日の前日、毎週木曜日に新作をレビューしています。デビューしてない新作もツイッターでコメントしています。不定期動画もあります。登録どうぞよろしくお願いします。